ウォーアイニーでさ、ハート作ってやんの。ダマなんて無理マジでほんまに無理、可愛すぎるよ。声がおじさんでなくてお兄さん。そんなこと言われちゃったらさ、イケボ勝て主になるしかなくない？どうかな、これってイケボ勝て主っぽい声してる。でもなんか この画面上だとさ、地獄の絵面じゃない？ちょっと待って、みんなちょっと時間をください。15分あればきっといけるはずなんだよな。頑張るから、おじさん頑張るから、ちょっと待ってね。やりたいことを思いついちゃった。ちょっとマジで最近ショートばっか描いてるから、大人の男の顔が描けなくなってる。ああ、京子が何をしようとしているか普通にバラしてしまった。イケボな話を作ろうと思って今。いいね、じゃあみんな入れ替えるか、行くぜ。しばしおさらばだね。アデュー。こんにちは、どうも、イケボ勝て主です。イケボ勝て主です。どうもこんにちは。あ、すごいコメントがこんなに、ありがとう、嬉しい。いや、どうしよう、緊張してて今ちょっとドキドキしてる。どうすればいいかな、これ。ごめんね、本当にこういうの俺はマジで不慣れっていうかさ、サイド少ない。俺もうちょっとサイド上げるよ。よいしょ、どうかな、これでいいかな。もうちょっと高い方がイケボなマヌシ感。ちょっとそういうのめちゃくちゃありがたいんですけど、どうかな、こんな感じで。京くん、違うよ、俺はね、カテドキくんだよ。イケボカテ主のトドロキだから、カテドキくん。初見です、めっちゃかっこいい。ありがとう。セカボンなボーカルになってておもろい。今宵は100万年に一度、太陽が沈んで夜が訪れる日。麦団子が好き、みたらし団子が好きかな。みたらし団子ってよくない？キュンゼリフお願いします。芋けんぴついてるよ、はい。どうかな、面白い女。何、なんか事故ってる。嘘、なんか映った。ちょっと待って。でもなんか